ジュビロ岩田が1月12日、ゴールキーパー川島栄治の加入を発表した。現在40歳の川島は2001年に大宮アルディジャでプロデビューを果たすと、名古屋グランパス、川崎フロンターレを経て10年7月にベルギーのリールス SK に移籍した。その後、18年からフランス一部ストラスブールでプレーをしていた中、昨季終了後にチームを退団。無所属が続いていた中、 今季 J1 を戦う岩田への加入が決定した。日本代表の正ゴールキーパーとしても長く活躍し、2010年の南アフリカワールドカップ W 杯、14年のブラジル W 杯、18年のロシア W 杯、そして22年のカタール W 杯を経験。国際 A マッチ95試合を記録する守護神は、22年 W 杯後に代表引退を発表している。 川島のコメントは以下の通り、皆さんこんにちは、川島栄治です。この度ジュビロ岩田に加入することになりました。ジュビロのユニフォームを着て、キッチンの上で皆さんに会えることを楽しみにしています。応援よろしくお願いします。